今日開かれた壮行会には300人以上の生徒や学校関係者が集まり選手を激励しました。東海大青少は5年ぶり3回目の出場で、過去2回はいずれも初戦で敗れています。川道辰樹市長は甲子園での目標を力強く語りました。チームの目標である甲子園で一勝、校歌をあの舞台で歌うということを目標に、チーム一丸となって頑張っていきたいと思います。小さい子だったり、やっぱ県民の皆さんに元気を与えれるようなプレーしていきたいなと思ってます。やっぱり甲子園でホームラン打つのがもう目標だったので、ホームランを打ちたいなとは思ってます。選手たちは壮行会の後現地に向け出発し、明日から練習を始めます。夏の甲子園は来月6日開幕です。